皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原道夫です。今日は3月30日生まれの人、この方は、社交的で人付き合いがとても上手です。多くの友人がいます。さっぱりとした性格で順応性があります。多少の嫌なことをされても根に持ちません。すぐに水に流すことができる人です。とても寂しがり屋で、そばに誰かがいないと落ち着きません。あまり自己主張をせず、言いたいことも我慢して我慢して、最後にドーンとぶちまけたりして周りを脅かすことがあります。限界まで引っ張らずに、小出しに自分を出していくようにした方が誤解されません。極端から極端にならないように気をつけてください。それから暑さに弱く、夏場に体調を崩す人が多いようです。そして今日45歳の誕生日の人は1969年の3月30日生まれですので、この方は理論派で、理屈で納得しないとなかなか行動に結びつきません。人に対する思いやりも強く、素直で、大変正直な人です。父親との縁が強く、男性の気質をそのまま受け継いでいますので、男っぽい人が多いようです。精神力は強いのですが、持久力がなく飽きっぽいところがあります。短期決戦型の人です。そして女性は、家庭に入るとカカア殿下になりやすいようです。テスト勉強なども一夜漬けの人が多く、むしろこういう方は多くの時間があるとかえって効率が悪くなります。ですから今日の誕生日の人には、他の人の半分ぐらいの時間でやってもらうように、仕事なども依頼した方がその仕上がりがかえって良くなります。そして愛情表現にムラがあります。好き嫌いもあるのですが、あまり表現しません。以上で今日3月30日の誕生日占いを終了いたします。また明日も楽しみにしてください。ありがとうございます。持ちません。すぐに水に流すことができる人です。とても寂しがり屋で、そばに誰かがいないと落ち着きません。あまり自己主張をせず、言いたいことも我慢して我慢して、最後にドーンとぶちまけたりして周りを脅かすことがあります。限界まで引っ張らずに、小出しに自分を出していくようにした方が結びつきません。人に対する思いやりも強く、素直で、大変正直な人です。父親との縁が強く、男性の気質をそのまま受け継いでいますので、男っぽい人が多いようです。精神力は強いのですが、持久力がなく飽きっぽいところがあります。短期決戦型の人です。皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原道夫です。今日は3月30日生まれの人、この方は、社交的で人付き合いがとても上手です。多くの友人がいます。さっぱりとした性格で順応性があります。多少の嫌なことをされても根に持ちます。そして女性は、家庭に入るとカカア殿下になりやすいようです。テスト勉強なども一夜漬けの人が多く、むしろこういう方は多くの時間があるとかえって効率が悪くなります。ですから今日の誕生日の人には、他の人の半分ぐらいの時間でやってもらうように、仕事なども依頼した方がその仕上がりがかえってよく誤解されません。極端から極端にならないように気をつけてください。それから暑さに弱く、夏場に体調を崩す人が多いようです。そして今日45歳の誕生日の人は1969年の3月30日生まれですので、この方は理論派で、理屈で納得しないとなかなか行動